日本四国地方徳島県徳島市南出来島町南出来島町は徳島県徳島市の町名内町地区に属している南出来島町1丁目から南出来島町2丁目までがある郵便番号は郵便番号770-08242009年12月徳島市の調査より徳島市の中央駅徳島駅の製方。 内町地区の生端に位置する。出来島の中では南半を占める。東部が一丁目、西部が二丁目である。南円は新町川に面し、二本の橋で対岸と通じている。新町川沿いは新町川公園となっている。北円は高徳線で東端の踏切と生端近くの立体交差でのみ越えられる。つまり出来島の町は、 高徳線で分断されており、その南側が南で来島町である。中央を国道192号が通っており、佐古大橋を通って佐古一番町に通じている。道沿いには大型店舗などが並ぶ。江戸時代には出来島一帯は武家地だった。現在の南で来島町の東には寺島との間に寺島川が流れ、出来島橋で寺島と結ばれていた。 出来島橋は明治になると、ここから大滝山の白糸の滝が見えることから、滝見橋と呼ばれた。この橋は明治になるまで、出来島に架かる唯一の橋だった。明治になると、川の水運を利用した工場が建つようになった。1876年以前に人心橋が架か,かり、田元から寺島川川口にかけての石場には、商家が並んだ。さらに、現存しないが、 1924年に北佐古橋、1945年に出来島橋がかかった。1953年の国民体育大会に合わせ、国道192号が敷かれ、佐古大橋がかけられた。明治以降の町割りでは出来島町の一部で、障子では東からのそれぞれ現行特線より南部分だった。1941年より、 現在の町名となった。1975年に東で来島町の一部を編入。ありがとうございます。